お疲れ様でございますえ。今日のね、お話はこちらでございます。日本プロ野球残念記録っていうお話をしてみたいと思います。え今日のね、お話はですね、先日読んだこちらの本からね、参考にさせていただきました。えこちら、飯田恵美さんというですね、えつい、えーまあ、数年前までですね、産経スポーツの スポーツ記者をね、された、この方がですね、書かれた、遺言、野村克也が最後の1年に語ったことというね、本をね、えー、今日は参考にさせていただきました。えー、野村克也さん、まあね、皆さんもあのヤクルトスワローズであったりとか、あとは、 楽天イーグルスのね、監督としてもですね、ご存知の方も多いんじゃないでしょうか。そしてね、まあ、現役、えー、プロ野球選手の時代はですね、数々のね、まあ、いろんなこう、好成績をね、残した、この野村克也さんなんですが、2020年のね、2月にですね、この方、お亡くなりになられました。まあ、そんなね、まあ、最後の1年をですね、綴った、このね、遺言という本をね、まあ、うん、先日読んだんですが、さあね、この本の中でね、まあ、野村克也さんのですね、まあ、輝かしい成績なんかについてもね、触れられておりました。 まあえー、南海ホークスからロッテ、そして、ね、最後は、ね、西武で,です、ね、活躍された野村克也さん。まあ、こちら書いているような、まあ、本塁打数、打点、そして安打数ですね。まあ、全てです、ね、歴代2位というです、ねまあ、輝かしい成績を持っているんですが、実はですね、えー、これ一番下に赤字で書いております。閉冊打ですね。まあ、いわゆるダブルプレイですね。ダブルプレイはね、 歴代1位のね、まあ残念な記録をね、持たれている方でございます。今日はね、そんなね、まあ残念な記録、まあね、プロ野球選手にとっては嬉しくないですね、プロ野球史上のですね、残念記録っていうのね、ご紹介してみたいと思います。まずですね、打撃部門でございます。 最初にね、ご紹介するのは併、閉冊だまさ、あ、きどのね、ダブルプレイでございます。ダブルプレイ、ね、プロ野球史上一番ね、ダブルプレイをね、してしまった選手、えー、まあ誰かというと、まさ、あ、きどもご紹介しました、野村和也さんでございます。まあ生涯ですね、378回ですね、ダブルプレイしゃってしまったみたいでございます。続いてですね、2位はですね、元広島東洋カープの絹笠幸夫さんでございます。まあ 野村さんとね、絹笠さんの間、まあ、100個以上ですね、ダブルプレイの数はですね、まあえー、差がありますんで、まあ、どれだけね、野村さん、うん、えー、ダブルプレイの数はね、多かったのかなっていうのはね、わかるところでございます。そしてね、えー、3位以降はですね、3位は大杉勝夫さん、そして4位が長島茂夫さん、そしてね、5位が中村紀弘さんということで、まあ、この辺で2位から5位まではね、団子状態というような感じでございました。 はい。じゃあ次にですね、三振の数でいきます。えー、三振の数ですね。1位はですね、今も、ね、現役の選手でございます。西武ライオンズの中村、えっ、ー、と、拓也選手ですかね。1972回ということで、まあ、もうすぐね、2000回にね、到達しようとしてる、まあ、あ今もね、まあ、いわゆる、うん、記録更新中の、ね、方でございます。そしてね、2位がですね、 清原和弘選手でございます。1955回ということで、今シーズンね、抜かれたばかりっていうところなんでしょうね。それで3位がね、まあ、元、えっ、ー、と、こちらが、あの、中日ドラゴンズのね、監督をされてました、谷重元信さん。そしてね、4位が、中日楽天とね、活躍されました、山崎浩二さん。そして5位がですね、西武ライオンズでもね、活躍され、そして、ね、ソフトバンクホークスの監督もされておりました、秋山浩二さんでございます。はい。じゃあ、次にですね、失敗の投類、盗、え、塁、ー、盗塁の失敗ですか。 についてね、ご紹介してみたいと思います。盗塁の失敗数でいくとですね、えー、なんと栄える1位が福本豊さん、世界の盗類王であります福本さん、実はですね盗塁、まあの数も、まあ、世界一なんですが、実はね盗塁失敗の数も、えー、日本プロ野球史上ですね、一番多い299回をね、数えております。2位のね、えー、元広島の、えー、高橋由伸さんと比べるとですね、まあ、100回近くね、 ええー、まあ、差があるということで、かなりね、まあ、うん、えー、トツ1位と言ってもね、よろしいんじゃないでしょうか。そして3位が、私あんまりね、えーえー、詳しくはないんですが、元多分ね、巨人の選手ですかね、柴田勲さん。そしてね、えー、4位がですね、太陽フェールズのですね、スーパーカートリオのね、1位でございました、高木豊さん。そして、えー、横浜ベイスターズですかね、で活躍された石井拓郎さんですか。というところがね、失敗の、まあ、遠奮失敗のね、数がね、多かった上位。 えー、5位の、えー、方でございます、えー。続きまして、投手部門でございます。投手部門、まずですね、えーまあ、最多の、ね、負けを誇った数、まあ、敗北数でございます。まあねえー、日本のプロ野球史上で,です、ね、一番、ね、最多勝利、えー、勝利数が、ね、一番多かったのはです、ね、金田正一さんなんですが、えー、この金田さん、なんとですね、えー、負けの数もです、ねえーまあ、一番多かったということで、なんと298敗してるそうでございます。 まあね、勝率は400を確かこういったと思いますんで、まあね、負けの数も、まあどうしてもね、まあ増えてしまうのかなっていうところですよね。そして2位。私ね、これちょっとね、2位3位の方はね、知らないんですが、2位が米田さん。そしてね、3位が梶本隆夫さんですか。ちょっとこの辺の方はね、私ね、えー、存じ上げないですね。はい。そして4位がですね、元西武ライオンズの東尾佐野さん。そしてね、5位がですね、えー、近鉄バファローズの鈴木啓司さんでございます。 ということでまあね、うん、負けの数、まあ、この辺ね歴代の数、えー、非常にね、まあえー、皆さんねかなりね多くの数、ねえー、負けてるんじゃないかなというとこですね次ですね。はい ホームランを打たれた数、非本塁打,打数でございます。まあ、ホームランね、一番打たれた方、誰かというとですね、1位はね、鈴木啓治さんでございます。なんと560本もね、打たれてるそうで、なんとなくで私のイメージだと、鈴木啓治さんというとね、体がね、結構ね、ガッつリしてがっッりしてるので、重いボールを投げる。まあ、つまりね、あんまりね、遠くに飛ばないようなね、ボールを投げるのかなと思ったんですが、実は実は結構ね、パッコンパッコン打たれてるようでございます。そしてね、2位が、まあ、サブマリン投法でね、おなじみでした。 ええー、まあ阪急ホークスの山田久志さ,さんですね。そして3位が東尾さん。そして4位が、えー、元広島の北別府学さん。そして5位ですね、えー、金田さんが入ってくるというところでございます。まあ、金田さんね、えー、まあ5位っていうところでね、まぁ、あ、うん、えー、記録としてはね、5位っていうふうな形で残ってるんですが、まあ、ただね、まあ勝利数、えー、負けの数見てもですね、登板数は非常に多いんで、まぁ、あ、このね、登板数で、まぁ、あ、379本っていうのは、かなり少ない方ではね、ないのかなと思うところでございます。 えー、そして最後ですね、えー、冒頭の数ですね。うんまあ、ピッチャーで、ね、冒頭というと、まあ、コントロールが、ね、悪いんじゃないかというふうに、ね、思われてしまう、この冒頭の数なんですが、えー、冒頭についてはですね、かなり、ね、選手がガラッと変わってまいります。冒頭数、えーまあ、現役時代に一番多かった選手というのがですね、元、えー、ロッテのですね村田兆治さんでございます。なんと回数148回だそうでございます。そして、ね、2位がですね、 え、元ヤクルトスワローズで、今はね、確か楽天の GM をされております。石井和久さん。この方、115回だそうでございます。そして3位がですね、ソフトバンクホークスのピッチャー、エースでございました。荒垣剛さん、101回。そしてね、 元ロッテの前田幸長さん、84回。そしてね、同率4位でね、えー、現在ロッテにね、所属してるんですがね、えー、和久枠井さんがですね、84回だそうでございます。ということで、まあ、冒頭の数はね、えー、かなりね、あのー、さっきのね、まあ、ピッチャー,、えー、負けの数だったりとかね、非本塁打数のね、数、ホームランを打たれた数とはですね、また選手がガラッと変わってきたというところでございます。 ということでね、まあ、打者とですね、まあ、ピッチャー編という形で分けてね、ご紹介したんですが、まあ、皆さんもね、ええー、まあ、あ、この選手知ってるよという方もね、たくさんね、いたんじゃないでしょうか。やはりね、あのー、まあ,あ、不名誉なね、記録といえどもですね、やはりね、名選手っていうのは、うん、えー、不名誉なか、えー、数もねあの、不名誉な記録のね、残している選手も多いんですが、まあ、その以上にですね、輝かしい、ね、成績を残している方も多いっていうところを考えると、名選手にはですね、 記録残念記録もね、多いのかなっていうところをね、思ったところでございます。はい、ということで今日はですね、日本プロ野球残念記録っていうところをね、ご紹介させていただきました。私がね、運営してます、このね、スーパービートクラブっていうブログの方ではですね、もうちょっとね、詳しくね、解説もしておりますんで、この動画の概要欄の方にね、ブログの記事の方もリンク貼っておきますので、ぜひね、興味ある方、ぜひチェックしてみていただければなと思います。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、 ありがとうございましたお疲れ様です